これは強敵だな。最近キュンときたことを言います。先日車に乗った時にシートベルトをしたんですけれども、その時に男性に抱きしめられてるような感覚に陥りました。 Hold hold me チカポンです。はい、ということで今回はですね、98キロデブの冬の1週間コーデなんですけれども、私本当にね、着痩せ専門学校通ってたかってぐらい着痩せしてるタイプだと思うの。だからどれぐらい服を着ることによって見た目が変わってるかっていうのをお見せしたく、こんな格好からスタートさせさせべべべべろ、よろしく頼む。それではどうぞ。皆様お気づきでしょうか、アテクシの足首ご覧ください。タイツがおたまりになられています。タイツが集合してますね。そして靴用の段ボールなのにそのまま上がってどうすんねんっていう話なんですけれども、そしてお恥ずかしながら私ネックレスつけるのが下手くそでございまして、わあちょっと待って、洗面台に乗せた下腹部見た？一晩寝かせたパンみたいになってたよ今。おい何を捨てた今、手前のシルバーのゴミ箱に何を捨てた？へえ。そしてブーツのチャックが上がらずね、開けっぱなしなんです。もう開けましておめでとうございます。はい、ということで1日目はこんな感じです。こうなんていうの、このつながってるやつ、これすっごい楽ちんでさ、お腹とお尻を隠蔽してくれるのよ。このボタンとかもねすごい可愛いし、食べれそう、食べません。これさ、つけるのに小1時間かかって、見てここの赤み、首が泣いてます。しかも逆。まあいっか、このリボンがアクセントになってますね。なんていうの、このプリーツみたいな、ちょっと縦ラインに線が入っているので、どんな鉛スッと見せてくれるんじゃないかなと思っております。で、このコートなんだけど、薄ピンクっていうの、まあ、形もシルエットも柔らかいので、まあ、何でも合うかなと思って買いました。丈感もいい感じで、足元こういうなんていうの、今流行りのショートブーツを合わせることによって、ちょっとお兄さんお姉さん感が出るんじゃないかなって思ってます。このコーデは題して、どこにでも行けちゃう万能な服、メンツイコーデ。メンツと同じく何にでも合っちゃうよっていう、色もメンツイっぽいし、こういう色が一番好き。では次のコーデどうぞ。2日目のコーデさ、動画見返して衝撃だったんだけど、見てこの骨盤ねえ、新潟県でいうところの何、佐渡島ぐらいはあるんじゃないでしょうか。ネックレスに毛を挟む26歳。そう、最近ね本当に結婚がしたくて、日常生活、普段の生活の中でも結婚を意識した発言を取り入れようと思ってね。でみんなくしゃみする時ってさ、ヘクションって言うでしょ。私ねヘクションやめたの、ゼクシーっていうことにするわ今後。そしたらさ、なんか運気上がりそうじゃない？真似していいよみんな、ゼクシー。はい、今回は首埋もれ太み。首が圧倒的に足りない。溢れ出る母感、色が好きだから買ってみたものの、使い道がわからないけれども、忘年会とかだったらいいだろう、ちょっとしたアクセント、ラー油コーデ、ラー油コーデ、そう、これはラー油コーデします。でもこれ脱ぐもんな、脱いだらまあまあなのよこの辺が。ちょっとねコートありきだからな。あ、じゃあ夜景にしよう、夜景、夜景に見に行くときに着るラー油コーデ、これで OK。 はい、ということで続いてのカーデにどうぞ。履くとこからお見せします言うてんのにもうズボン履いてるじゃないの。誰この企画の趣旨分かってない頭の悪い太めの女は、私か。そう、この前ねとんでもねえイケメンと喋る機会があって、めちゃくちゃ緊張してしまって、一人称ね謎に丁寧に私って言っちゃったのよ。したらね、それを聞いたイケメンくんがね、え、ブタクシって、どちらかというとあなたの櫛に刺されたい所存です、コンプライアンス。これ秋だわ。着てみて思った、秋、社、竹城。このコーデは同性に向けてイケアかどこかに家具を行くときに着てく名探偵肥満コーデ。これさ、なんだろう、こう、なんだと思う。知らんかな、ヒョウ柄の小さい版みたいな柄がすごい好きです。で、下ね、ヘロヘロヘロってフリルみたいになってて可愛い、あと袖も可愛い、ちょっと足りてない。はい、ということで次のコーデどうぞ。1週間コーデの動画の BGM でアルチューカラカラさんの使ってるの私しかいない説。そう、あのね、この前コメント欄で、あ、チカポンって名前だったんですね、僕ずっとデカポンって読み間違えてましたみたいなコメントが来てたのよ。
それはまだ全然可愛いじゃない、私実際にでかいし。したらね、他の動画で、あ、僕デカチポさんだと思ってましたっていうコメントが来ててね、ちょっとあなたね、私嫁入り前では嫁入り前もう恥ずかしくてお嫁に行けないから、そのコメントした人まだ動画見てたら私と結婚。どっちがいいんだろう、分かんなくなっちゃったよ。どっちがいいと思う？このスカートの柄がさ、とても可愛くて、なんかエチエチほんでこのイヤリングもちょっと買ったことないシリーズ、シルバー系をつけてみました。ちなみ村セリアわあ、断面図がやばいねどんな声ちなみにこのコーデは完全なるディナーよ、ディナー。よかったらこの服と共に酒を食らってくれるメンズいませんかはい、ということで次のコーデにどうぞ。この動画にミスマッチな BGM、 ちょいダサめなやつ、まあ結構好きなんだけどね。そう、あのね、ミスマッチで思い出したんだけど、みんなインスタやってるでしょ。そのインスタのさ、検索するフィード、ね、ページっていうの、そこでさ、おすすめの投稿とか出てくるじゃん、おすすめのリールとかさ。でね、その中にね、最近ね、謎にカップルのイチャイチャ事情みたいなゆるふわの4コマ漫画が出てくるのよ。いや、別に全然その投稿に対して何か言いたいわけじゃなくて、インスタのアルゴリズムに私は文句を言いたい。だって私インスタで鼻の角栓にゅって押し出す系の汚ねえ動画しか見てないのに、なぜそれをおすすめする。謎のシミこれ何のシミだろう、気づかんかったや、おかしい、うん、これ結んだ方が可愛いんだよね、ごめん顔の丸さよよろしく頼む。今回はシャレ倒したカフェに茶をしばきに行く、茶しばきコーデですねこれ古着屋さんでゲットしたんだけど、もちろんのことメンズということで、次のカーデどうぞ。可愛い BGM が在庫切れになってしまいました、申し訳ございません。そう、可愛いで思い出したんだけど、私この前電車乗ってる時に超可愛い視聴者さん2人組に声かけてもらってね。ほんでね、新潟の電車って東京と違って向かい合わせの席、ボックス席みたいなのが多いのね。で、その私ボックス席に1人で座ってる時に、その2人組の子が私の前に座ってきて、すいませんって言ったのよ。ほんでね、私コメント欄でも来てたけど、膝が35坪ぐらいあるわけよ。だから相手方のお膝にぶつけてしまったんではないかなと思ったら、まさかの視聴者さんだったの、ほんとありがとね。でも膝ぶつかってなかった、怪我してない、大丈夫？全然気痩せしてないよね、あんな豪語しときながらさ。あのコート、これお紐がついてらっしゃるので、後ろ結んだり前に結んだり、ダリダリー。なんか黒のタートルネックを着ようって思ったんだけど、白の方がいいわ。黒だと本当に、前コメントで来てたけど、なんか本当塊みたいになる。そして今回のこのコーデは題して、漆黒のガンツ、ガンツコーデですね。あるじゃないですか皆さん、ガンツのあれ見たいなって時、そんな時私を呼んでください。はい、ということで次のコーデにどうぞ。最後ぐらいはちゃんと締めますよ、私もいい大人ですからね。最後はね、綺麗めのワンピースだし、ワンピースでおかしいなどうした、どうした、何が入らんわ、嘘でしょ、待って、そんなあ、無理だ。去年の冬ぐらいに買ってさ、来年着ようと思ってずっと着てなかったやつだけどさ、入らなくなってる、あ、しんど、見て、ここベロアでめっちゃ可愛いの、週刊コーデが6日で終わる、だめだこれ、ちょっと着てる風に切な。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。結局ね、私着痩せできてなかったね、だってそもそも着れてなかった来年からダイエット始めます、うん、悲しい